広大な外宇宙に多くの人々の夢を受け止める力があると言ったのは誰だったかしら。その人にはきっとこの宇宙がそれほど広く見えたのかもしれない。でも私は知っている。人間はこの広大無辺の銀河すら徐々に狭くしようとしている。目的の整形まであと1日か。今回は楽な仕事だったな。そうですね。レイ、コーヒーのおかわりはいかがです？頼む。油断大敵ですよ、レイ。あ、艦長、今日は星が騒がしい気がするんです。またクロエの直感ですか。私には人間のそういった感覚が理解できませんので。確かに油断は禁物だ。積み荷を狙う宇宙海賊に待ち伏せされてるかもしれないしな。ああ、誰も本気にしてない。ここらの宙域は静かなもんだ。気を張りすぎてても疲れちまうぞ。ん？ほら、みんな油断しすぎなんですよ。航路上の小惑星でも検知したんじゃないのか。照合完了しました。銀河連邦戦闘専用艦アストリアです。あのケニー一族が乗ってるって話題になってた最新鋭艦か。連邦の勢力圏外に何の用だ。なんでこっち向いてるの。アストリア、フェイズキャノンを正射。距離35万キロメートル。ウゲンスラスター全開、回避しろ。回避しきれません。総員対ショック姿勢。シールド効率 78% に低下。なんで撃ってきたの。通信回線開け。平文で敵意がないことを発信しろ。応答ありません。第2射来ます。12%、 敵艦アストリア第三者装填中。通信への応答もなし。完全にこちらを落とす気のようですね。レイ、敵艦撃ってきません。これは総員退艦。全員脱出ポットで避難しろ。レイ、積み荷のことを考えると逃げる可能性も模索するべきでは。連邦の戦闘艦相手にバカ言うな。相手が孫ついてる今がチャンスだ。命あってのものだねだぞ。艦長命令、総員退艦。一仕事してからな。心配すな、なんとかなるって。そう、開けっての。もうその隔壁は通電していません。人間の力では絶対に開きませんよ、エレナ。積み荷は諦めてください。アストリアが再びこちらに照準を合わせました。着弾まで1分です。1分ならなんとかなる。手貸せ。承知しました。おい待て。お前まさか。
イーダスのみんなのこと頼みましたよ、レイ。くそコンピューター、脱出したポットの数と位置は？メインコンピューター最終アクセス時に49機を確認。うち40機は捕捉不能です。広大な外宇宙に多くの人々の夢を受け止める力があると言ったのは誰だったかしら。なんで、あんな、私たち何も。エレナさん、その人にはきっとこの宇宙がそれほど広く見えたのかもしれない。現在アスター星系第4惑星にワープ 2.1 で向かっており、5日ほどで到着予定。異界惑星だなんて。でも私は知っている。人間はこの広大無辺の銀河すら徐々に狭くしようとしている。通信可能圏内にポットを確認。何？クロエか。通信回線開け。レイ、レイなの？エレナさんは？クロエ、無事でよかった。エレナもきっと無事だ。まずは避難先で安全を確保するぞ。未開惑星なんて大丈夫なの？少しの辛抱だ。イーダスが落ちたことはきっと伝わってる。すぐに助けが来る。地上で会おうぜ。アスター星系第4惑星の突入軌道に向かいます。私は知っている。人間が世界を狭くするとき、大きな戦いが起こることを。アスター第4惑星に着陸いたしました。乗員の生存に適した環境であることを確認。緊急避難時の救援要請シークエンスを開始します。シークエンス通りに行けばいいが、なんとかするしかねえな。さすがに体が固まってるな。ポッドの各機能は問題なさそうだな。といっても緊急脱出用だから大した機能はないが。よし、コンピューター、イーダスの乗組員の現在位置を教えてくれ。捕捉できる乗員、脱出ポッドはありません。そうか。だがクロエのポッドが見つからないのはどういうわけだ？惑星降下時に受けたパルス上の強力な電磁波の影響により、ポッドの機能が停止したものと推察されます。なんでそんなものが。コンピューター、兄貴にアントニオ・ローレンスに緊急通信をつないでくれ。嫌な予感がする。了解。輸送艦アルダス艦長、アントニオ・ローレンスの端末を検索中。
早くしてくれよ。つごう、これを使ってください。なんだこりゃ。早く拾え。死にたいのか。なんだか知らねえが、お味方登場ってとこか。悪いな、借りるぜ。気を抜くなよ。こちらは任せろ。横に回れ。切る。怪我はないか。助かったぜ。手ぶらじゃあんな化け物とても。貴様何者だ。おっと、自己紹介すれば見逃してもらえるか。このご時世に得体の知れぬものに乗って現れた男を簡単に逃がすと思うか。乗り物だって理解できるのか。まさか地上から俺たちを撃ってきたのはお前らか。長距離通信コネクト、アントニオ・ローレンスとの亜空間通信を接続。なんだ。レイモンド、こちらアントニオだ。聞こえてるのか。レイ、無事か。まだ仲間がいたのか。出てこい。この通信はレイモンド・ローレンスからじゃないのか。姿を現せ。おい、俺の弟に妙な真似したらてめえの星ごと吹き飛ばすぞ。レイモンド、どこにいるのか。おかしいわ、声がするのに人の気配がしない。なあ悪いが、あれに返事だけさせてくれねえか。他のことはあんたたちに従うから。いいでしょう。姫、伏兵がいるなら私たちを襲う機会はいくらでもあったはずよ。どうぞお返事をなさってください、レイモンド・ローレンスさん。どうもお姫様。ついでにこのやかましい従者さんを遠ざけてくれるとありがたいんだが。何を。私はあなたとは良い関係を築きたいと思っています。あなたがどういう存在であれ、その乗り物について詳しく教えていただきたいので。そんなことならお安い御用だ。命あってのものだねだしな。兄貴、俺だ、レイモンドだ。レイ、無事なのか。無事とは言えないな。連邦の戦闘艦に襲われた。イーダスはコッパみじんだ。なんだって。俺はアスター星系第4惑星に緊急降下し、現地住民とコンタクト中だ。この通信も聞かれている。何？クロエも同じ星に来てるが、ポッドがダウンしてはぐれちまった。他は全員行方不明だ。一刻も早く救助に来てほしい。レイモンドさん、アントニオさん。この声が現地住民の声なのか。私の質問に正直に答えていただければ、レイモンドさんの身の安全は私が保証いたします。あなた方はバイル帝国の方なのですか。いや、聞いたこともないな。口から手任せを。アベラルド、仲間がいると言いましたね。その方は今どこに。これと同じのに乗ってきたが行方不明だ。あっちのずっと遠い方に落ちたはずだ。その乗り物は誰でも動かせるものなのですか。まあ基本的に誰でも使えるが、こいつはもう使っちまったからエネルギーを補給しない限りもう一回は飛べないな。ではそのエネルギーを補給するとどのように飛ぶのです。質問が多いな。お？お？この音は。まあ、あんな感じで飛ぶ。バカな。
ごい。コンピューター、今のポッドはイーラスのものだな。誰が乗ってた？ポッドは陶器と同型、イーダスから射出されたものと判断します。乗員信号はありません。この先に町か何かがあるのか？この先？すごい。この先にはメドゥームの遺跡しか。ねえ見てこれ姫。遺跡か。悪い、この剣もう少し借りるぞ。おい、仲間の命がかかってるんだ。お待ちください、我々も行きます。メドゥームは広大な遺跡群です。もしかしたら人手が必要かもしれないでしょ。ああもう、わかった、頼む。私はレティシア、こちらはアベラルドと言います。アベラルド、レイモンドさんに同行します。武器を下ろしなさい。もうご勝手に。よし、兄貴、一旦離れる。後でな。わかった。気をつけて行け。消えた？期待通りの反応ありがとうよ。説明してやりたいところだが、まずは俺の用を済ませてからな。ええ、わかりました、レイモンドさん。丁寧すぎるのは面倒だ。レイでいい。ええ、わかりました、レイ。よし、行くぞ。メドゥーム遺跡はすぐそこです。西側の柱をたどっていけば見えてきます。こっちで合ってるのかな。ええ、このまま道なりに行きましょう。終わったな。剣なんて握るのは久しぶりだが、まあまあ様にはなってるかね。明日君に普通にならなきゃいいな。うわっ、なんとかなったな。モンスターのいる夜の、こんなところで人に会えたのは強行だったな。何やら湧き上がり臭いな。よっ、うっ、待ってろよ、みんな。うわっ、果たすまい、死ぬわけにはいかん。少し休んでおくか。あの階段です、遺跡の入り口へとつながっています。わかった、急ぐぞ。いただいておくわね。腕が、行け。立ち止まるわけにはいかないね。総員、戦闘準備。通れないよ。さすがの強さね。さあ、先に進みましょう。ラッキー。ラッキー。それ、うん、この階段高くて届かないな。無理に登ったら崩れそうだ。なら迂回するか。西側なら登れそうじゃないか。それ、
暗くて視界が悪いですからね。足元に気をつけてください。またさっきみたいなのが出てきたら嫌だな。あれはこの辺りの主、そう簡単には現れないはずだ。ならよかった。で、見たか。よし、二人とも結構身のこなしがいいな。モンスターとの戦い慣れてるみたいだし、この間に住んでる連中はそれくらい普通なのか。ええ、まあある程度よ。へえ、広そうだな。このオーシディアス王国の理術の歴史に必ずその名が登場する。古代の理術師たちの星です。知らない言葉については後で聞かせてもらう。とにかく今はあのクズ、遺跡というか廃墟だな。道が閉ざされていないか心配だ。人が訪れなくなって久しい場所だ。足場が脆い場所もあるかもしれない。あんたたちにガイドを頼んで正解ってことが。我々も知識として知っているだけで、足を踏み入れるのは初めてだ。油断するな。少し休んでおくか。ラッキー。足元に注意してください。道沿いに進んだ方が安全でしょう。歴史があるか知らないが、野蛮な先客しかいないようだな。この国はまだ今の形になる前、ここは大陸西部に起こった国の中心でした。この地でこの国の現在につながる多くの文化や知識が生み出されたんです。時代が変わって荒くれ者が集まりやんちゃするようになったってことだ。よし、さすがの強さ。この距離は飛び越えられない。迂回して建物の中を通った方が良さそうだ。
ラッキー。ゼコ、敵を確認。みんな死ぬわけにはいかん。ラッキー。前方敵だ。せや。この上に脱出スポットの信号あり、乗員信号はありません。きっとデバイスが壊れてるだけだ。そう信じるしかない。ラッキついたぞ。この遺跡の中だ。急ぎましょう。無事でいてくれ。これは箱か。エレナ、バカ野郎。レイ？俺のせいだ。俺が見え張って積み荷を逃がそうとしたから。エレナ、すまない。レイ！製造番号004213、リュマ起動。保護対象を確認。何なんだこいつは。保護対象に警告。恒星体の接近を検知。保護モードを開始。姫、ご無事ですか。ええ、でもこれは一体話は後だ。来るぞ。警戒総員戦闘準備。皆さん気をつけて。光線反応あさり。光線反応活動停止。
撃吐き捨てられない。構成が止まらない。活動は停止。ゴー。構成反応。活動停止。アセ構成反応。活動停止。貴様の荷物なのだろう。俺は運んでただけだからな。お前デュマっていうのか。これはどういう仕組みなんだ。おい、さっきはいろいろ話してくれたじゃねえか。すごい、すごいわレイ。その力は理術ではないのですか。その理術っていうのは紋章術みたいなもんか。紋章。ああいや、とにかく二人とも付き合わせて悪かったな。助かった、これも返す。この後はどうなさるおつもりですか。行方不明の仲間を探しに行くことになるな。この国は広大ですよ。歩いて行かれるのですか。道中ロギンなどはどうされるのです。空飛ぶ乗り物が落ちたなら海をまたいでいるかもしれませんよ。レイ、どうか我々に力を貸してください。見返りにあなたの仲間を探す道行きをお手伝いします。お互いまだ名前しか知らない仲だぜ。ええ、ですから私たちはもっとお互いのことをよく知るべきだと思います。姫、アベラルド、私は彼に協力を仰ぎます。その結果起こることは全て受け入れます。私の名はレティシア・オーシディアス。このオーシディアス王国の第一王女です。このアベラルド・ベルグホルムは側近の騎士です。ほう、あんた本物のお姫様だって。信じていませんね。あんたたちが俺を怪しんでるのと同じくらいにはな。この遺跡から南に下った場所にラーカスという村があります。そこで我々のことをお話ししたいのですが。剣、しばらく借りっぱなしになるぜ。武器をお渡しすることが我々の信頼の証です。朝か。まったく、とんでもない一夜だった。ええ、まるで世界がひっくり返ってしまったみたい。ラッキー。ラーカスの村ってのは遠いのか。今から出れば夜までにはたどり着けるだろう。お前徹夜明けで夜までとかバカ言うなよ。あの、一つ思いついたことがあるんですけど、この子なら危険な場所を飛んで避けることもできると思いませんか。できるのか。デュマちゃん、
恥ずかしがり屋さんなんじゃないですかね。となると行きと景色が変わるわね。方角は合っているかしら。ご安心ください。正しい道を戻っております。こんだけ壊れた石じゃ慣れてるやつでもわからなくなるわな。まだ盤石には程がある。先に進みましょう。この古い建物を抜けていくのよね。はい。でいいから方角を見失わないように。南側遺跡群の出口。今だったらこれくらいの建物簡単に越えられたりしないのか。ゴー。構成反応の消滅を確認。発動停止。実用度よし。さすがの強さに。
の勝利。戦闘準備。遺跡の出口が近づいてきましたね。離脱を確認。引き続き警戒せよ。ラーカスの村へ行くためにはこの森を南に抜ける必要がありますね。ええ、ひとまずは南東方面かしら。ちょうど私たちが出会ったところの近くを通りますね。そうか、通り道ならちょっとポットに寄らせてもらってもいいか。構いませんよ、向かいましょう。何者かがいる。遅れを取るなよ。ラーカスの村へ行くには森を抜けなくてはならん。あまりゆっくりしている暇はないぞ。やがってるって。すむすむ。前方に構成範囲を検知。確かもうちょっと東に行ったところにあったはずだな。まず兄貴と話していいか。兄貴、聞こえるか。レイ、降りてきたポッドには誰かいたのか。積み荷だった。イーダスが落ちる直前、エレナが脱出させた。エレナが、まさか。俺は艦長として乗組員の無事を最後まで信じなきゃならない。そうだろう。俺はクロエを探しに行く。昨日の二人と行動することになった。信用できるのか。現地人の案内は貴重だ。そうでなくても話せば分かる人間で俺を助けてくれた。それで十分だ。分かった。俺もできるだけ早く救助に向かえるようにする。親父にも心配すんなって言っておいてくれ。親父じゃなくて俺に救助要請したこと拗ねてたぞ。めんどくせえ。なあレイ、一緒に行く二人と少し話させてもらえるか。なあ、二人とも兄貴が話したいらしい。な、何？何でしょうか。ああ、昨日はこちらも動揺して失礼なことを言った。顔が見えない状況ですまないが、改めて自己紹介させてもらう。アントニオ・ローレンス、そこにいるレイモンドの兄だ。アントニオ様、私はレティシア・オーシリアスと申します。一緒にいるのがアベラルド・ベルグホルムだ。レディシアさん、アベラルドさん、お二人にとって弟は怪しさ満点だろう。だがどうか弟の力になってやってほしい。俺たちローレンスファミリーは歴史ある商人だ。受けた恩には必ず報いる。ご安心ください。弟さんの旅の安全は我々が必ずお守りいたします。感謝する。レイ、お二人に迷惑かけるんじゃないぞ。それじゃあ行ってこい、オーバー。愛されてるのですね。いつまでも子供扱いが抜けないだけだ。さ、いい加減ベッドで横になりたい。出発しようぜ。ええ、行きましょうか。さ、村へ向かおうぜ。ええ。ラーカスの村は南の方だ。前方、敵を確認。
れ見たか。構成反応活動停止。警戒態勢を。ラッキー。木が多くて視界が狭くなるな。なあ、道合っているか。はい、こっちで合っていますよ。森には危険が多い。気を緩めるなよ。このまま南に進めば森を出られますよ。よかった、あと少しで村かしら。ラーカス地方に入ったな。おい、南へ進むぞ。ああ、そう、何が知ってないだけ進みやすいね。そうですね、ここはだいぶ歩きやすいです。後継班のみんな活動停止。なんとかなったな。前方に後継反応を検知。キム、西側にあるのがラーカスの村です。西ね、わかったわ。ふぅ、村に着いたらゆっくり休みたいぜ。わかったから貴様はおとなしくついてこい。ダーカスの村がだいぶ近づいてきましたね。やっと。こいつ隠した方がいいんじゃないか。目立つだろう。ここだな。邪魔するぜ。いらっしゃいませ。旅の方ですか。お疲れでしょう。どうぞごゆっくりおくつろぎください。やっぱり人間、ちゃんとした料理を食ってこそだな。それで、何から話す。レイはどこから来たというのです。今までで一番わけわかんねえこと言うからな。俺は空の向こう側からこの星に来た。空の向こう？この星？山の向こうに別の町や村があって、川や海の向こうには別の陸地があるだろ。そして空の向こうにはこことは別の世界がある。星の世界？どの星ですか？落ち着けって。とても人の目には見えない星だ。あまりにも荒唐無稽すぎる。本当ならこの星の人間が何百年もかけて理解していく話だからな。俺は星と星を行き来する運送業をやってて、デュマはその積み荷だった。俺の船イーダスがよその星の軍艦に落とされて、この星に避難してくることになった。俺が探してるのはそのイーダスのクロエってクルーだ。見知らぬ土地で仲間とはぐれたのなら心配ではないのか。クロエは妙に勘が鋭い上に語学オタクでな。
案外しぶとくやってると信じてる。さ、今度はそっちの番だ。一国のお姫様が音もたった一人だけ連れて、なんでお忍びの旅なんかしてる。私たちの目的も人探しです。メドゥームの遺跡にはその方の目撃情報があったのです。我々がクロエさんの捜索に協力する代わりに、レイにはその方をお連れするのにご協力いただきたいんです。俺みたいなよそ者が何か役に立てるのか。気難しい方なのだ。王家の剣より貴様の存在の方がきっと興味を引くだろう。なるほど、厄介そうだ。私たちが探している方の名はミダス・フレグリード様。かつてオーシリアス王国の三賢者と呼ばれた最高峰の理術師です。最高峰の理術師を探す旅か。ま、闇雲に探したってクロエが見つかるとも思えないしな。お前どう思う？疲れてるはずなのに目が冴えてる。少し散歩でもするか。お前も寝つけねえのか。考え事をしているだけだ。貴様と一緒にするな。旅の仲間だろう。あんまり突っかかんなよ。誰が仲間だ。そうそう、夜遅いんだから大声出すな。お忍びなんだろ。貴様に限らず、姫は誰にでもお声をかけられる。親しみのある王族といえば聞こえはいいが、気安さは頼りなさの裏返しだという者もいる。お前一人が気を張ってたって人の性格は変わらないだろう。私以外にいさめる者がいないのが問題なんだ。気苦労が絶えないな。せめて早く休めよ。姫が寝つけないとおっしゃって散歩に出られているのだ。何かあったらすぐに駆けつけられるようにせねばならん。そうか、お疲れ。これも従者の務めだ。邪魔をするな。貴様も下手にうろつかずさっさと寝ろ。はいはい。たく、そんな邪険にしなくてもいいのによ。どうしました？寝つけないのですか？ああ、ちょっとな。眠くなるまで散歩をしていたんだ。申し訳ありません。無理に我々の事情に巻き込んでしまって。協力するって決めたのは俺だ。今後俺一人じゃ飯も宿もどうにもならないからな。そっちも遠慮なく頼ってくれよ。ならそうさせてもらいますね。そうそう、不景気な顔してんのはアベラルド一人で十分だ。私を心配してくれているからなんです。悪く思わないであげてください。わかってるよ。いろいろ事情があったんだろ。気苦労も多そうだし、あんな顔になるのもわかる。聞かないのですか、そのいろいろを。ここは王国で、アベラルドはずっと帝国を警戒してた。そんな王国のお姫様がお忍びでザイヤの賢人探し。大筋は想像できる。お互い大変な道行きだ。せめて楽しく旅しようぜ、お姫さん。それなら一つお願いをしてもいいですか？なんだ？あんたとかお姫さんって呼ばないで、私のことは名前で呼んでください。またアベラルドが怒りそうなことを。お忍びの旅ですから、その方が私楽しい旅ができます。いいですね、レイ。了解。話したら少し気が楽になりました。戻って眠ろうと思います。レイも
早く休んでくださいね。ああ、おやすみ、レティシア。はい、おやすみなさい、レイ。さてと、宿に戻るか。そういや、武器このまま使っていいのか？ええ、差し上げます。村にもお店がありますから、明日見てみましょう。そうだな、準備は万端にしないとな。ようやく眠れそうだ。宿に戻るか。はっ。邪魔するぜ。久しぶりに手足伸ばして寝られる。お、今日から改めてよろしく頼むぜ。レティシア、アベラルド。おはようございます。さあ、二人とも出発しましょう。ディベルの町はここから遠いのか？ああ、この先のディベル地方は広大だからな。旅慣れた者でもちょっとした距離だ。とりあえずディベル地方へ向かいましょう。ここからは南の方角です。了解。レイ、もう剣の扱いに慣れてきたようですね。最初はぎこちなさがあるように感じましたね。そうだ、自分ではあんまり違いが分かんないけどな。この調子でよろしくお願いします。頼りにしていますね。ま、やれる範囲。立ち止まるわけにはいかないの。先に言っておくぞ、このまま南へ向かえ。なんで俺が方角を聞くってわかったんだよ。貴様の顔に書いてあるから、言っただけだ。もしかしてこの先がディベル地方か？ようやく。リベル地方に着いたようです。ふう、結構時間かかったわね。ああ、無理そうに進もうぜ。リベルの町は南東方向にあります。まずはまっすぐ南へ向かいましょう。さすがの強さね。止めよ。活動停止。毒素を除去せよ。アクセラレー。それやってよみんな。光線反応。先に進みましょう。活動停止。姫、足元にお気をつけください。これぐらい大丈夫よ。まったく心配性ね。姫は目を離すとすぐ無茶をしますので、私が注意していないと。アベラルド、子供扱い。ここからは南方向になります。そうか、ありがとう。我々の足手まといにはなるな。はいはい、分かってるよ。行けるぞ。
ラッキー。やっ、前方の光線反応を検知。見たか。光線反応活動停止。お、あそこがディベルの町だな。にぎわってるな。リベルは国内最大の産出量を誇る広大な鉱山街だ。迷子になっても探してやらんぞ。はいはい。それでこの後は？明日の朝一番でこの町の瀬料理術師を訪ねます。瀬料理術師？やどやだな。あ、いや、平気です。お怪我は？大丈夫です。旅の方ですか？もし具合が悪くなったら、瀬料院にかかってくださいね。リベルには腕のいい瀬料理術師の先生がいますから。それじゃ。何だったんだ？